まーす。ワイヤスティカです。オムリーです。よしよしよし、ひでひらぎです。はい、じゃあじゃあ9月26日に我々のラジオ番組の方でやりましたわらこな祭りっていうのの中で質問をね、たくさんもらったんですよ。はい、で、30分の中で結構 たくさん質問もらったし、内容がね、そのサクッと答えられるもんじゃなかったから、はい、改めて YouTube で答えますって言って、もう完全に逃げたんですけども。で、いろいろ質問答えるんですけど、なんかまあちょっと質問ただ答えるのもね、答えるだけの動画もちょっと面白くねえなということで、あなたに去年誕生日に、はい、私ヒイラギからプレゼントあげました。誕生日プレゼントをあげましたね。はい、何もらったんだい？それが、こちらですね。これですね。これがマーベルの1000ピースのパズル。1000ピースのパズル。はい。完全に未開封。綺麗にちょっと保管させていただいて。色褪せ一つない。なんで、いつまでたってもこの人はこれを作らないので、これを作りながら質問に答えたり雑談したり、していきたいと思いますんで、皆さん、お付き合いください。イエイ。ということで、パズル作っていきます。よいしょい。ということでやっていきましょうか。はい、じゃあオムリー、オープンしてください。やっとだよ。何ヶ月越し、このオープン。1年と2ヶ月ぐらいじゃない。そう、1年2ヶ月も経ってます。1年、1年ちょい。1000ピース。1000ピース、うわー、すげえな。すごい量あります。こんな感じです。こんな感じです。じゃあやっていきますか。やっていきましょうか。何時間ぐらいかかるんだろうな。今13時20分です。はい。やっていきますか。セオリーとしては、オセロと一緒で、角を取っていく。角を取っていく。スパイダーマンの効果なんで。ああ、なるほど。そういうパターンもあるね。でもスパイダーマンいっぱいないこれ。いっぱいいますね。あと赤いやつ、赤青がいっぱいいるな。さすがアメリカだぜ。やべえこと始めてしまったかもしれない。やばいな。ちょっとじゃあ一ついっときますか。はい。じゃあまず曲作りのスタイルは YSTK さんがほとんど作ってると思うんですが、曲ができたのあと聞いてんのかお前。YSTK さんがほとんど作ってると思うんですが、曲ができたのあと他の2人とどんな感じで仕上げていってるんですかということです。どんな感じで、うん、お、喧嘩すんの、喧嘩すんの、おい喧嘩すんの。まず俺がなんか打ち込みで作ってくるじゃん。で、こんなんできたっつって聞かせるじゃん。うん、で、その後どうどうしましたっけ。なんだろう、ミーティングとかでどうするこうするってやるじゃん。まあ例えばドラムもうちょっとこうしてみようとか、まあそれこそテンポなんか早いんじゃない遅いんじゃないっていうのはあったり、うん、自分が弾かないところの音を3人で探してるって感じ。はい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 。で、なんかオムリーはギターちょっとこんな感じで弾いてほしいとか、あとあれだよね、オムリーがちょっと こんな感じで弾きたいみたいなのがあるよね。あーですね、うん、割と結構できた状態で渡されるんで、うん、そうだよね、うんうん、こういう風にしたら面白いかなみたいなのを聞いた時に思いついたりはしますね、うん、要するに3人で相談して作っていく。あー、そう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 ですね、うんうんうん、もうちょっとウルヴァリンの顔ができそうなんですよ。あ、お前何勝手にそんなことしてんだよ。お前ちょっと楽しいことしやがって。それウルヴァリンだよね。ウルバリン、ウルバリンさんですね。うん、ちょっとイントネーションわかんないけど、ウルバリン、ウルバリン、ウルバリン、はい、うわー、言いづら。ウルトと一緒ですね。あー、うん、あーですね。よっしゃ、次の質問いきましょうか。たまに言われるやつ、 YSTK さんの生ベース聞きたいですとか、ベースは持つっていう質
質問なんですけど、だから俺のベースが望まれてるわけですよ。なるほどね、うん、これはこのハルクさんじゃないですか。あ、ハルクさん、ハルクさん、あ、じゃあこれも これもハルクさんですかね。これもハルクさんですね。あ、ハルクさん、ハルクさん、なんかちっともわからん。あ、ハルクさん、ちょっと他のところにもいるんですね。ハルクさんいっぱいいますね。いっぱいいますね、ハルクさん。やっぱ人気キャラは多いっすね。なるほど。あ、でちょっとあの私のベースの話なんですけど、弾きたいとは思っているよ。だんだんあの思考が回んなくなってきてベース弾きたいな。へえ。まあまあ別にいいけど、うん、嫌がる理由が分かんない。あらこなんてはやらないかな。やる曲があってもいいとは思うけど、なんか他でなんか弾いたらいいんじゃない、うん、他でなんか弾いたら他でやれと。なんかこう、うん、なんていうの、なんかのコピーとかさあー、なるほどね、うん、まあいずれはあらこなでも弾こうと思ってます、うん、これこの赤白ってもしかしてマーベルのロゴ。あ、それもあるのか。そういうことか。ちょっとあれだね、マーベル作りたいね。作りたいですね、うん、まあとりあえずメンバーの尊敬できるところ、まあラジオの時は照れもありましたし、ないっていうふうに答えたんですけどない。やっぱバンドって、うん、ライブとかだけじゃなくていろいろやんないといけないことあるじゃないですか。ああ、はい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 、うん、そういうの、うん、やってくれることめちゃくちゃ感謝します。やれよお前も。そうだ、オムリ SNS もあんまりやんないし、そうですね、うん、日頃の活動のおかげか、うん、SNS で割といいねが来るようになって、うんうん、それはちょっと嬉しいですね。あー、ヒイラギさんのここ尊敬できるみたいな。ヒイラギさんのここ、うん、そうですね。やっぱね、音楽理論を。はい。餌の時間。餌の時間ですね。僕ほぼほぼわかんないんで。ああ。そういうのおかしいところとか、うん、なんかすぐ気づいて、うん、言ってくれるところは、うん、ありがたいですね。まあ、わかる。すげえなと思ってますよ。次あなたですよ。だってオムリの尊敬するとかお前な、思ってても言うんじゃねえ。そうだな、あるでしょ、絞り出せよ、うん、なくても言うんだよ。なんだろうな、今後の対応が変わってきますかね。そうだよ、うん、まあ、我が道を行くところかな。あー、なるほど、うん、それはまあでも確かに、うん、なんかある意味というか楽というか、そう、うん、そうはできないじゃない。そうはならんやろみたいな。あなたは人見知りだけど、はい、あのコミュニケーション取りに行かないといけないから行ってる。はい、で私はもう極端に行かない人。種明かしをするの。そのなんか真ん中ら辺というか自由に行くときは行くし、あ、気分が乗らんときはみたいな、それができるのが尊敬するというか、まあ羨ましい。あ、まあ、そうそうそうね、うん、羨ましいっていうのはあるな、うんうん、まあでもそれを貫いてるのはまあまあ確かにね、うんうん、あの良くも悪くもぶれないよね、うん、そうだね、そうそう、それは言いたかった。やりたくないことはやんないっていうのはあるじゃん。確かにそれは、うん、まあだからそれを言うしね、あ、ちょっとやりたくないですね、うん、いやっすね、嫌じゃねえんだよ。まあそういう感じですかね。なるほどね、うんうんうん、いや YSTK のまあデザインでしょうね、以上。それあったな、確かになんか一芸入社みたいなのになってるんですけど。まあその一択でしょうね。一択なんですか。悪いところの方が多いでしょうから。なんでそんなことないでしょう。まあ企業貧乏っていうところですね。そうだな、オムリはそれこそさ19ぐらいの時から知ってるじゃん、オムリのことを。そうっすね、俺の中でオムリ
って悪く言うとできない子というか、あのライブハウスに出始めた頃だったし、ライブの仕方とか、まあ、音楽的にも知らないことは多かったわけじゃん、うんうん、だからいろいろ教えなきゃとか、オムリーは知らないからっていう頭でいたんだけど、いつの間にかなんかいろいろ分かるようにもなったし、結構ライブ終わった後でさ、オムリーギターうまいって言われること最近多くない？あー、まあなんか、うん、ちょこちょこ言われることも、うん、ありますかね。諦めたな、お前。なんかそういうのを聞くと、あ、オムリーギター上手いんだってなって、なんかこの間のスタジオで思ったんだけど、あのロケットダイブのソロとか弾いてた時とか、あ、はい、こいつようこんなん弾くなって思ったのよ。だからオムリーってギター上手いよね。あ、 ありがとうございます。オムリーもだし、柊木さんにも言えることなんだけど、こいつらよくついてくるなって思う。うん、そうだよね。なんだかんだ好きにさせてくれますからね。ああ、まあね、あの好きにさせないとオムリーすぐ辞めるっていう。なかなかこんな話することないですもんね。ないよね。まあ長いこと言い過ぎてるっていうのもあるかな。うん、確かに。ライブでもスタジオでもない日に遊ぶもんね。そうっすね、うん、だってそれこそさ、エンセルとかさ、あのワロコの仲良すぎって言ったりする。そうっす。自覚はある。まあ。さあ次の質問いきますか。え、私褒めた？褒めたっつーの。ほんと、あんなに可愛いって言ったのに。趣味だよ。これね、駆け込みで入ってきた質問なんですけど、うん、これちょっと面白いな。これちょっと、あの、こっからテンション上げていこうぜ。急に、うん、初めて買った CD。 あー、いや、だって世代もあるもんね。そうっすね、うん、初めて買った CD 何？グレイの、はい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 、あの、G4 っていうシングルですね。 G4 っていう、多分グレイってなんか活動休止じゃないですけど、あんまりそのライブもリリースもしてない時期があって、はいはい、はいはい、そっから復活して出した CD なんですよ。へえ、全然知らねえば、そのシングル。ああ、うん、グレイの G4 ですね。うん、柊木さんは初めて買った CD 何なんですか？何やってるのかな。 V6 か。なんかスピードか。ああ、デビュー曲なんだっけ、あの8ミリのやつ。8mm? ああ、8cm だ。8cm? コンタクトよりちっちゃいよ。スピードのデビュー曲ってなんだろう。ボディ&ソウルとかかな。かな、そんな感じだったかな。へえ、そうなんだな。初めて買ったのは何ですか。小学校、中学年ぐらいの時だったかな。二択で迷って、一つは、ビーズの、うん、イージーカムイージーゴー、うん、ビーズはあの姉も好きだったので、うん、うん、てか、むしろ姉が好きだったので、はい、これもしかしたらお姉ちゃんが持ってるかもしれないと思ったんで、ね、あ、なるほど、うん、もう一個の選択肢の方にしたんですよ、うん、してしまったんですよ。してしまった、はい、ジャニーズの、まあちょっと有名だから聞いたことあるかもしれないけど、うん、忍者っていうグループの、うん、CD なんですけど、お祭り忍者っていう曲で、どこないっすね。それが俺が初めて買った CD。 ジャケットでなんかこうポーズ決めてるのが忍者かっこいいと思って。ジャケ買いじゃないですか。そう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 。これ、ついでラストかな。最近見て面白かった映画。急に。オムリー、なんか映画見た？最近は、うん、それこそマーベルの、はいはいはい、デッドプール&ウルヴァリンっていうやつを見たんですけど、うん、あれはなかなか面白かったやつ。へえ、デッドプール
も人の名前ですね。デッドプールさんと、ウルヴァリンさんが喧嘩する。まあ喧嘩もしますね。喧嘩もする。喧嘩もして、最終的に一緒に戦うっていう。ああ、仲直りして。仲直りして。はいはいはい、はい。うん、いやでもここ最近なんか映画館で見たやつ中では一番面白かった、うん、まああとはもうあの質問も終わったので、雑談しながらやりましょうか。誰がこれ やろうって言い出したの。ダメだね。違う、やろうって言い出したのっていうかやってなかったやつだよね。いや、そう…まあ、一概にそうとは言えないんじゃないですか。ごめんなさい。オッケー。腰痛。今、お村が暇そうだから、お村に…あお前もうやだーこらー無事なんかじゃあ話題振って。話題ですか。どんな特殊能力が欲しいですか。あー完全に一択ですね。お、じゃあその3人がそれぞれ欲しい特殊能力で対決しようぜ、あーいいですね。俺のはこんなに便利なんだぜみたいな。プレゼンですか。そう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 。猫と変わんないじゃん。これはあれですね。テレポートですね。はい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 。なるほど。私は時間を操る能力ですね。あ、なるほど。うん。私の特殊能力は。あ、もうあるんですか。身につけてます。私の特殊能力は、ラッキー。ラッキー。なるほど。やることなすことラッキー。はい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 。いいと、いい方向に全部進むっていう。はい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 。なんか俺弱そうだな。おい自信持てよ。まあでもね、行きたいところにすぐ行けますからね。はいはいはい、はい。場所さえ分かれば。まあ行きたいところに行けたとってだよね。なるほどね。うん、その先不運かもしれないしね。まあ確かに。その点私時止めますので。ああ。うん、銀行にテレポートします。金庫に。ああ、なるほどなるほど。そういうの、最悪捕まるんじゃない？そうだよ、防犯カメラに映っちゃうじゃないですか。まあ確かに、その点私はなんかかっこいいじゃないですか、テレポートって。まあまあわからんでもないよ。まあテレポートできなくても幸せだったらよくね。まあ究極だな。え、私勝ちでいいですか。え、ラッキー、どんぐらいラッキーなんですか。それは知らんよ。本人が望むほどにじゃない。ああ、望み叶う的な思い通りになる。そう、こういろいろとラッキーが重なって。うん、いいの。じゃあヒロさん優勝。イエーイ。優勝っぽいよな。それ私にも写真撮らせて。あ、どうすいません、なんか独り占めしてて。こういうとこだぞ。でもいっぱい見つけてるもんね。こんなのって別にないよね。これはのしなさいな。なんか最近あんまりないんだよな。マッチングアプリをやっぱやらなきゃダメだな。なるほど。やらなきゃダメか。登録はしてないんだ。登録はしてない。アプリをダウンロードだけしたね。なるほどね。プロフィール写真どうしようって思っちゃって、探すだけ探してやってないんですよね。なんかいいのがもう特に見つからず。あ、この間の、レコーディング中に撮ってもらった写真あるじゃないですか、あれいいかなと思ったんですけど、どう思います？顔がいい感じに隠れてるし。あ、これですね、知らない。ああ、なるほど。あの参考にはならないね、相手からしたら。やっぱ顔を出さなきゃいけないかな。まあだって、さ、知りたいのはそこじゃない。まあまあでも最初入りは
そうっすよね。そうだね、うん、だってオムリ例えばさ、うん、その相手の女の人の写真が載ってて横顔であんまり顔わからんってなったらなんか不安じゃない？あーまあまあまあ、うん、確かに顔じゃないとは言いつつやっぱり顔じゃない？あーそうっすね、うん、オムリちなみにわらこの祭りのあれ聞いた？聞けてなかったんですよ。残念でしたね、うん、何が一番かじゃあ知らないんだ、うん、ランキング知らない。何だったっけ。同率で、イエイエイと美しい世界とゼノです、ね、おーいいじゃないですか。よかったね、うん、作ってよかったね。な水分取ってね。本当だ、ちょっと熱中症になるよ、部屋でも。うわ腰痛いね。腰痛いわ。明日ライブなんですけどね。いや本当に動けるかな。いやちょっときついな。ほらこのなんか忍者オラって言ったオラオラオラこの忍者を入る確かに完成させたいんですよ。わしもここさ全然わしはもうあのさ上から見たかったんです。もうあはは、もうダメだ、ダメだ。私はちょっと上の方が全然だね。しかも左上おめえの担当だな。崖の上のまあそうならな、うん、すまんすまん言わしてしまった。翼の折れたエンジェルあいつも、うんそんな感じなんすね。ちょっとその先くそがーどうさ、こんな色のやつ見つけたら教えて。はい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 、こんな色違うね、もうちょっと濃いか。それより濃いやつ、濃いやつ。恋をして寂しくて何の歌それ。好きだよと言えずに初恋は誰の歌それ。チョコの塊が食べたい。わかる。ちょっと椅子座っていい？ねえ。おお。ああ。ねちょっとやっぱ場所変わって。ほう。もう視界が変わるとなるけど。うわ。背もたれが欲しかった。寝てました。ヘルだけです。だってね。あと何個？ 1,2,3,4,5。 え、そんなにある？え、余るとこある？え予備空いてるのが1つ、空いてるのが2つ、こことここと、あ、これここか。ラズイチですよ、村さん。おっ、おー来たー、やったいやお疲れした。お疲れした。あ、すごい、綺麗。いや完成です。よっしゃー。よっしゃー。ということで、そう、10時間半に、お呼びました、1000ピースのジグソーパズルを作りながら質問に答えていくコーナーだったんですけど、なんならこれ配信した方が良かったんじゃないかっていうぐらい。確かに、うん、ロングバージョンもあってもいいかもしれない。10時間とは言わず、まあ、まあね、うんうん、まあ、ということで次回お会いしましょう。バイバイ。一つの汚れもない